えー、こんにちは、黒田です。今日もご視聴ありがとうございます。今日から、えー、ブルージャイアントを100話楽しむということでですね、えー、名古屋で一緒によく演奏している、えー、竹中優子さん、えー、チクちゃん、竹中の竹でチク。そう,そうです、そうです。チクちゃん、チクちゃんと呼ばれています。よろしくお願いします。お願いします。えっと、サックスプレイヤーだからね、サックスの内容とか。はい、そうですね。ブルージャイアント、どこまで読んだ大体全部はい。 一度、その、コンビニとかに出ていた時、うん、リアルタイムの時に追いかけて、うん、でも友達が買っていたやつを借りるという、うん、作戦で、作戦で <laughs> はい、<ー>ほとんど読みました。なるほど。えー、っと、まあ、僕もあの、電子書籍で読みましたが、うん そう。なん iPad でかいとさ、めっちゃ読みやすい。もう老眼きついからさ、ぼやけるんで超、超でかくて見やすくて。なるほど、だからこれなんですね。そうそうそう、でかいやつなんだけど。で、えっと、このブルージャイアントめちゃくちゃ面白くて、こう、かなり細かいよね。はい。もう、だってミュージシャンが見てても、何か影響を受けちゃうとこがあります。あるよね。あります 素晴らしい漫画なので、ぜひ皆さんも読んでいただきたいと思って。うん、で,で、こう、1話ずつ、まあ、途中で2、3話まとめたりするかもしれないですが、今回は第1話を、1巻の1話だけでも結構内容が濃くて、うんうん、この辺ちょっと話し,していこうかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、第1話では、まあ、ちょっと取り上げたいことが、主人公の大君っていう子、うん、えっと、宮本大君だっけそうです、ね、宮本大君。バスケ部ですね、バスケ部だよね。<か> シュウヘ君っていう子が,う友達がいて。そう、友達ピアノをやってるんじゃなかったですかで、依頼受けちゃう子がいて、みたいな。あ、そうです。<う>頭いい子です、ね。そうそう。で、その子は結局ジャズやめちゃうんだけど、うん、あの、CD を3枚、こう、貸してもらうです、ね、貸してくれるね。その CD3 枚の、これがチョイスがすごい絶妙なんだよね。あ、そうです、ねいい。すごくいい、こう、初心者が聞いて、うん、っとってもいい内容だから、この辺の3枚の話と。 で、会話に出てくる人物で、あ聞いといてくれやって言うんで、はいはい、まあ、コルトレーンとか、モンクとか、マイルスとか、フリフォード、ソニー・ロリンとハンク・モブレって出てきたんで、うん、まあ、この辺の人が、そのジャズ的には、ジャズの歴史的にはどの辺の位置の人でみたいな感じをちょっと説明して、うん、でライブ中に CG と違うよって言ってて、うん、そうですね。そう、CG と違うから変えろって言うんだよね。はい、そうです、そうです。ピアニストって平君がね、はい。で名古屋にも有名な人なんですよ。<laughs> あ、いますね。<う> <laughs> 自分で言ういや俺も俺も好きだけど自分でも今も性格悪いって確かにいつも言ってますね <laughs> そのライブ中に CD と違うのはんで違うかっていうところとで最後に大君が「うんサックスやってんな聞いてくれ」っていうところで「作、えー、曲の部分のとこ以外は楽譜がちゃんとあるんだぞ」って言われて「ジャズはなんか楽譜なんかないだろ」って言ったら「 そうやって教えられたけど、どういうふうになってるかっていうのをちょっとちくちゃんにサックス持ってきてもらったんで、でね、演奏してもらおうかなと思いますので、そういう感じでやっていきたいと思います。それではまず、大工の周平君が持ってる CD3 枚。1枚目、ナウザタイムですね。これは、チャーリー・パーカーの。はい、<っ>王道な感じですね。サックスプレイは絶対効くよね。効きますね。あの、オムニブックってく。はいはい。い<や>オムニブックも、はい。 オムニブックっていう本があるんですよ要はこのチャーリー・パーカーっていうのはもうやっぱりジャズの父と言われてるので,で、ね、この人がもうアドリブのやり方をもうすごい開発していくから、うん、この人のアドリブっていうのはもう教本みたいな感じでそうエチュードですねエチュードだから彼の演奏のその音を全部取った本があって、うん、みたいなでそれをサックスの人はみんなやるんだよねそうですね最近なんてテナー用の楽譜も出てればピアノ用の楽譜も、うんあ青ね、出てます青ね 出てるので、うん、他のの楽器の人もあのピアノのフィリップス・レンジって大阪にいるんだけど彼はあの上辺のバンドとかにいたピアニストなんだけど彼はやっぱり先生にその C のやつを渡されて毎日ゆっくりでいいからこのハーモニー感覚えなさいって言って全部弾ける<ー>でボロボロになって書き込みとかして 3, 3回買ったって言ってた。すごい、まあ、と,とにかくもうオムニブックさえやればジャズはできるっていう,、うん、いうぐらい。そうか あの、ジャズの魅力が満載な。このアルバムでは、そういうアルバムだけど、ちょっと音楽の作品としては、うん、パーカーだけがすごすぎて、<laughs> サックス的にはどうなの聞いてって。いや、私も、やっぱり、チャーリー・パーカーの演奏のこう CD は、よく聞いてはいたけど、勉強のために聞く的な。感じだよね。要素がやっぱ大きかったです。ね、今は、想像がつくから、 楽しめまそうそうドラムとかねなんかちょっとこうだったんだろうなっていうのがでもそれをやっていかないとわかんないのでなのですごくこう歴史的アルバムだけど最初に大きくする聞くにはちょっとちょっと難しいかなそうですね今と録音状態が違いすぎますよねでもアルトの人とかサックスの人だと聞いてもまあ楽しみああそうですねパーカーのそのラインを追っかけていくと楽しくなりますまあだからその 初心者が聴くには、このアルバムは、まあ、まあ、歴史的だけど、ちょっと、うん、あの、僕らはあんまおすすめしないですが。この2枚目のビル・エヴァンスってやつの、このワルソーデビューは、これはめっちゃ聴いたはい、聴きました。これも入門中の入門だけど、入門とか言いながらやってること超えぐいけどねあ。そうですよね、うん。でもすごくあの、ピアノトリオだから聴き触りが良いし、うん。そうですね。ずっとかけて何周してもあんま飽きない感じです、ねうん。そうそうそう。 結構聞いたことがある曲がいっぱい入ってるんじゃないかなと思ってうん。これは本当に、これライブアルバムだからね、これ。あ、そうだったんですね。これ、しかもお客さん少ないの、これ。ええー、お客さん少ないんですかこれ、これはベージュマンガの最終日なので。うんで、なんか、雨降ったからお客さん少なくて、親戚とか呼んだらしくて、だからみんなお客さん全然聞いてない感じ。<laughs> なんかカ,チカチャカチャ、だからカチャカチャ言ってる,ってるし。みたいな。あれでお客さんがたくさんいるのかなっていう。 印象を持ったんだけどそうでです、ね、結構ね、パラパラ。二三十人だったらしいよ。あ、そうか。うん、これ二枚組だから、もう一枚あって、サンデー・アト・ビレッジ・バンガードっていうアルバムがあるんだけど、こっちは、そっちはちょっとマニアックな、スコット・ラファローの曲ばっかなんで、ちょっとマニアックな曲が多いから、うん、こっちの方が、えー、なるほど、まあ。とにかくこう、ジャズの楽しみもうかなと思った人は、まあ、これを買えば、まあ、いいんじゃないかなっていう感じではうでもう一個、マイル・セービスの「カインド・オブ・ブルー」。この三枚が、 こ秀平んの家うちにあるんですけどこれはあの、まあ、マイルスっていう,もうジャズの帝王って言われる最高だよね。これはモードジャズって言われるあの軸になった,あた新たな奏法なんでイメージ的にはこうチャーリー・パーカーのやってたところがこう,こういうアップダウンが激しい音楽に対してこれはふわーっとしてるイメージだから、ね、世界観っていう感じがしますね。そうそうそうなので聴きやすいかなと、うんで。ちょうどこののビル・エバンスが入ってるので、うん だからこういうういい白人人が黒人バンドに入ったったていう初めてのことですよねそういう意味もあってまあえー、っと結構みんなよく聞くうん、うん、このアルバムはですねドラムは「KindOfBlue」ってすごいジミー・コブがすごくスイングするんで,うん、うん、でしかもモードだからあんまりコード変化がないじゃん,うん、うん、だからドラムの練習のために海外の人はよく使うあなるほどこれに合わせて僕もずっとこれに合わせて演奏させる だからとりあえずこれ買いいなさいってドラム。ちょうどいいテンポの4ビートと3拍子が入っててオールブルース入っててバラードが2曲入っててフレディ・フリーローダーっていうブルースが入ってるでしょはい、はい、だからフォームも AAB8 と,とブルースとで3拍子と三拍子のブルースとでバラードだからとってもいいんですよなのでこれは非常におすすめですねで 会話に出てくる人物っていうのが、まあ、チャーリーパーカーさっきの「ナオザタイム」の人ですがうん、うん、この人はビバップっていう,こう新たなこうアドリブの考え方というかもともとアートテーマタムのやり方をそのままサックスでやったらしいんだけどねーアートテータムがやっぱりハーモニーの手前にハーモニーくっつけて要2-5-1みたいなことをやってたから細かく分解分解するっていうのをやってたからんでそれを皿洗いして聞いてたらしい。 あ、そうなんですね。うん、で、すごい耳が良かったらしいので、うん、そこで記憶に残った進行に合う、うん、そのスケールとか、そういうのをいっぱい練習してたみたいですよね。うんうん、そうそう。うん。チャーリーパーカーはね、バードって言われてるんですけど、バードは、あの、チキンばっかり食べてたらしくて。そのバードなんですかそう,そうそうそう。私ずっともっと可愛くなんか飛んでる鳥のイメージかなって。<laughs> ずっとチキンを食べてる人だったらしくて、で、バードって言われてた。だから、<laughs> バードランドはチャーリーパーカーの、 そういうね、お店、あの、名前にちなんだお店。セラニュー・ソ・モンクはこの辺は、まあ、同期に近いよね。こっち、ここの二人がね、<laughs> ねどっちかというとね。で、えっ、ー、と、まあ、ピアノの、この二人は、文ンクもちょっと変わった音遣いだから。変わった人っぽいですよね。うん。すごい変わってるよね。うんうん、でも、まあ、素晴らしい,らしい曲をいっぱい、曲本当に素晴らしい曲いっぱいあるよね。そうですね。うん、よくやるのだと、I mean you とか、か水原流とか、 うんと、まあ、エビデンスとかもあるし、うんうん、まあ、よくやる曲はいっぱいありますが、まあ、ラウンドミッドナイトっていう曲があう、ね、まあ、名盤中のメンバーですが。ちょっと聞きづらい、この二人は。あのー、すごくこう、最初に聞くとちょっと辛いあのジャズ。ジャズってこういうもんだと思うとちょっと辛い。確かにせ作品としては、この右側の人途中で話出てくるマイルスかクリフォードとか、えー、クリフォード・ブラウンはトランペット でまあ、まあマイルスはさっきからでマイルスはね後期と後期がちょっと聞きづらくなるんで全然違うテイストですもんねそうそうそうあのエレキ楽器が入ってきてからちょっとだいぶ変わっちゃうんでそこがいいっていう人もいるんだけどねあのジャズっていう感じにしようと思うとその1960年代ぐらいまであ、そうですね。でも初心者の頃「カインド・オブ・ブルー」を聴いて、うん、いやーかっこいいって言ってじゃあマイルスの CD を集めようって思って。うん ちょこ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 ,こう CD ショップで集めていたんですけど、うん、やっぱその「なんじゃこりゃ」っていうやつに当たった時びっくりしましたね。たたねなんだこれはなんだこれはってなるか <laughs> まああの「なんだこれは」にならないようにあのマイルスもこうちょっと期間を切らないといけない<笑><笑>クリフォード・ブラウンはまあどれも当たりだねはいもう素晴らしいどれもいいちょ,もちょっと短命だからうんあんまりたくさんはないんですよね あと人の、えー、と作品に結構サイド面とかもありますもん、ねうん、あのクリフォード・ブラウンは結構あの,あの当時結構長く録音できるようになったからものすごく長いソロだから 1, 1曲30分みたいなアルバム結構あってクリフォード・ブラウン自体はあれはよく好きじゃなかったらしいただレコード会社の方針であ<ー>まあ要は有名な人ばっかり入れて長いことソロさせてアルバム売るっていう形だったんだけど。うんうん クリフォード・ブラウンのやっぱおすすめはマックス・ローちゃんのクリフォード・ブラウンでちゃんとアレンジして、えー、聞きやすくしてコンパクトな、ね、作品にしたって感じなので。バンドって感じの。うん、ハンク・ゴー・レーはまあ、これも、この人もサイドマンもいっぱいでやってるし、はい、うん、そうですね。非常にかっこいい、ね、かっこいい。ソニー・ロリンズももう、まあ、どれも当たりですね。うんうん、なので、えー、っと、 聞くのに注意が、チャーリー・パーカーとセレニア・スモークとマイドス・デミスの後期。<laughs> あ、そうですね。後期。確かに。<laughs> ここに最初聞いちゃうとジャズ結構弾いちゃうから、そう、ドン引きするからね。だから、こう、そこら辺をちゃんと見分けて聞きましょう。なので、ちょっといろいろ YouTube リンクを貼っとくので、聞きやすそうなやつを、えー、その辺を聞きながら、うん、あ、こういう人なんだとか、このサウンド好きだな、みたいな。確かに。 ライブ中 CD と違う即興部分のところ以外は楽譜という話が出たんですが、じゃあちょっとなんか演奏を。これ、ジャズって基本はこの譜面を一回メロディを全部吹いて、で、こっからこの上のハーモニーの部分を、えー、見ながらアドリブして、うん、でもう一回いろいろアドリブ何回もやって、最後メロディに戻ってきて終わるって形にするんだけど、まあ、最後リタルドンっていいか、かり、はい、だしね。 な、そしたら、ええー、この譜面なんだけど、この譜面通り吹くとこうなります。<laughs> ワン、ツー、ワン。<laughs> まあ、悪くはないけど、頑張 今普通なんかこうニュアンス出そうとしましたけど、うん、自分をダー全部頭だからね、はい、これをいろいろ変えながらもうちょっと早くしよっかはい Dá, <coughs> dá, はいというわけでだから大君一人で吹いてるから、ね、そういうところは多分すごいこう分厚さがあったんだろうね多分ね本<当>感覚だけで多分やってるっていうこところがあると思うんだけどそう,、ね、そういう意味ではすごいバランス感覚のいい多分才能のある、うん、なんかこう。 漫画見ててもそういうのが見えてくるよね,よね性格もすごくこうなんて熱い感じの、うん、なのでえちょっとずつこうやって YouTube や CD でジャズを聴き慣れて覚えていくとなんか本当にあの漫画は非常にこうなんていうのかな楽しめるジャズをジャズを知るには非常にいいかなと、はい、すごくうまいことなんかこうわからないまでにも気見てるだけでなんとなくジャズって良さそうだなって思うんだけどこれ一歩こう聞いてみると もう一つ深さがわかるんじゃないかな。そうですね。はい。なので結構一個一個一、一個1話1話結構満載なので。熱いところが何よりいいなって私は思います。うん、そうね。うん、ジャズでめちゃくちゃ熱いからね。そうそうそう。うん、私も最初はそれがきっかけで好きになりましたよ。一番何,何が好きだった最初。え、ロックロック。ロック, <laughs> ロックあロックからこっち聞いた、はい、そう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 。何、ジャズに変わったっての,のきっかけになったアルバムとか。 きっかけになった、えっ、ー、と、アルバムもいろいろあるんですけど、うん、ジャズフェスに行ったんですよ。<ー>ジャズフェスに行った時に、あれは川島哲郎さんの演奏だったんですけど、<ー>こんなにロックの感じ。 こんなに激ツな演奏が。はい、あるんだと思いました。でも、その次の日にライブがあるって、こう、フェスで言ってたので、見に行ったら、和ずさんがいましたよ。ああ、そっかそっか。そうそうそう。そうね。そう、そこで、あの、この、このドラムの人もロックだと思いました。もともとハードロッカーだからね。そうです、そうです。髪の毛これぐらい、これぐらいあったからね。あ、本当ですかちくちゃんよりちょっと短いぐらい。金髪でしたから。あ、そうなんです <laughs> まあでもロックの感じってやっぱりなんかハードな感じはやっぱあるよね。ハハーードドですよね、うん、めっちゃハードん、うん、というわけでなんかこうこの漫画の中でも出てくるけどちょっとちっちゃくすると雰囲気ジャズなんだけど、うん、あの彼女かなんかにね大きい音で爆音で聴、ね、かせて,聞いてみてもらったらこれが本当のなんかジャズなんだよっていうのが、うん、本当に爆音で一回ヘッドホンいいやつね、はい あ僕はヘッドホンいいやつ、やっぱり買うんだけど。二三万のやつを、こう買うと。やっぱりかなりジャズの音像とかわかる。んで、M. P. S. あいいで,す、ね、<S でも十分ね。あの、結構立体感があるので。ぜひ試していただきたいと思います。う 1> 第一話でめっちゃ長くなっちゃいましたが。<当>はい、これは第二話以降やっていきたいと思います。<laughs> えー、本日は以上になります。今日も。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討をください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした